アウトバーン3はドイツの高速道路アウトバーンの一路線である。北西のオランダ国境エメリッヒアムライン付近から南東のオーストリア国境パッサウ付近まで 778km の路線を持つ主要道路である。オランダとオーストリアを接続する国際道路のドイツ側区間である。オランダ側区間はデンハーグまで至る。レーバー空前 JCT から ホイマー JCT までの区間は、ケルン環状アウトバーンの1区間をなす。ドイツの第2の長さを誇るアウトバーン。ノルトベストファーレン州の l テン国境通過点で、オランダの A12 の継続として始まる。同州内では、ライン側に沿いながら、ラインルール都市圏を、デュースブルクからケルンまで縦断する。オーバーハウゼンで A2 とケルン付近で A1 と A4 と交差する。 ケルンを経てからライン側から離れ、フランクフルトアムマイン方面に続く。ラインラントプハルツ州北部とヘッセン州南部を横断して、フランクフルトを中心とする、ラインマイン都市圏を横断する。フランクフルトで A5 と交差する。バイエルン州をアシャフェンブルクからパッサウまで横断する。ビュルツブルグ付近で A7 と、ニュルンベルク付近で A9 と A6 と交差する。パッサウ。 通弁国境通過点でオーストリアに入り、オーストリアの A8 として続く。ヨーロッパの交通網において、重要な路線の一つであり、複数の欧州自動車道路の一区間にもなる。それらは E34 号線、E35 号線、E41 号線、E42 号線、E44 号線、E45 号線、及、e、び E56 号線である。 エメリヒからオーバーハウゼンまでの区間の建設は1936年から計画された。複数の工業団地を経由するため、路線の設定は難しかったが、建設は1939年7月に始まった。しかし、この建設は第二次世界大戦の影響で1940年7月に停止され、1942年5月から工事が最終的に放棄された。 ケルンからデュッセルドルフまでの区間はそれより早く1925年から計画された。プロイセン州のライン州行政区画連合が当該区間の路線を1929年に決定した後、建設は1931年に始まった。最初はオップラーデン付近で 2.5km の長さの区間が建設され、1933年9月27日に開通した。 オーバーハウゼンからケルン経由でビースバーデンに至る路線は1940年まで断片的に建設された。ケルンイコールミュールハイムからメットマンまでの区間は1936年5月21日に開通された。ブライトシャイトからデューマイデルヒヒまでの区間も同年に開通。翌年に現在にオーバーハウゼン JCT までの延長が完成された。 メットマンとブライトシャイとの間の路線も同年に完成された。ケルンからビースバーデンまでの区間は1930年、大半ばから建設された。ケルンイコールミュールハイム JCT からジークブルクまでの区間は1937年12月17日に開通した。1938年12月15日にジーベンゲビルゲ IC までの区間が完成し、 1939年9月20日に、ディアドルフ IC までの区間も開通した。ビースバーデン JCT から、リンブルクイコール北 IC までの区間は1939年9月23日に開通した。ラーンタールブリュッケという警告横断橋は当時、該当区間の最も建設が困難な建造物だったとされている。 リンブルクとディアドルフの間の区間は1940年6月15日に完成された。ビースバーデン以南の路線は1938年から建設されたが、1943年初頭に戦争のため放棄された。バイエルン州においての路線は、ニュルンベルクからレイゲンスブルクを経由して、パッサウまでのアウトバーンが1937年から計画された。 1942年までの建設放棄まで、エアランゲン付近からニュルンベルク JCT までの区間だけ1941年に完成することができたが、レーゲンスブルク付近のドナウガー横断橋の建設も1942年まで始まった。A3 路線の建設は1950年代に再開した。オーバーハウゼンとエメリッヒまでの区間は、 建設が1958年に再開された。オーバーハウゼンからベーゼルまでの区間は1961年に開通した。エルテン国境通過点からエメリッヒまでの 7.2km の区間も同時期に建設された。この区間は1962年に完成された。オーバーハウゼンからオランダ国境までの区間は1965年に全線開通できた。 ビースバーデン以南の路線建設は1950年に再開されたバイルバッハまでの区間は1951年、フランクフルトイコール南までの区間は1956年7月10日に開通された。同時にフランクフルト空港付近に英語との JCT も建設され、戦後西ドイツ最初のアウトバーン交差点の建設であった。 フランクフルトからエアランゲンまでの区間の建設は9年間かかった。1959年12月15日にロールプルンまでの区間が開通された。その後、ビュルツブルクイコール西までの区間は1961年10月27日に、ニュルンベルクまでの区間は1964年11月26日に開通された。この区間の建設で、 工事作業員21人は労災に遭い、殉職した。ニュルンベルク以南の路線の建設は1958年から再計画された。冷戦体制下で拡大されたホーエ園フェルス演習場を迂回する必要が生じ、戦前の計画より異なる路線を設定することが必要になった。レーゲンスブルクまでの区間は1971年まで完成された。 デッケンドルフからパッサウまでの区間は1968年から建設された。イッケンスバッハまでの区間は1975年に、パッサウイコール北 IC までの区間は1978年に、パッサウイコール南 IC までの区間は1979年に、オーストリア国境までの区間は1983年に開通した。レーゲンスブルクからデッケンドルフまでの区間は、 最も遅く完成された。建設は1970年代末から実施された。開通は1984年に行われ、A3 全線開通が果たされた。なお、ドイツアウトバーンのナンバリング制度は1975年に導入された。その時から本線が A3 となっている。ドイツの IC 番号制度は1992年に導入された。 A3 の IC 番号はオランダ国境で始まり、オーストリア国境で終わる。119番まで数えられ、IC と JCT の数が100個を超える長い路線の一つである。なお、1992年の改革で A2 の起点は新たにオーバーハウゼン JCT に設定された。A2 はその前にオランダ国境に起点を置いていたが、 該当区間は1992年から A40 の最西端区間とされている。オーバーハウゼン JCT とカイザーベルク JCT の間の区間は当時まで A2 と A3 の共同区間であったが、前者の起点再設定後 A3 だけの区間となった。ありがとうございます。